今車の中ですけど、越前、福井県の越前奥越地方から、岐阜の方へ行く途中です。これもうすぐ泉村に入るところですけど、山がすごい、下の方はね雪ないんだけど、上の方が今朝寒かったですね。雪積もってます。綺麗ですね。ここから山を越えていきたいと思います。多分ね太平洋側はもうすっかり晴れてるはずなんです。泉村です。雪がさすがに深い。道端にも雪が積もってますね。こっち川の方、川も綺麗、景色は綺麗なんだけど寒い。外気温は2度です。今から油坂峠、九頭竜ダムの横を通って油坂峠っていうのを、越えていきます。油坂峠ですが、もう雪ないですね。晴れてます。ここから北陸、東海北陸縦貫道にもうすぐ入ります。この先もうすぐ白鳥インターです。もう岐阜に入って、白鳥から、郡上八幡、美濃地方へと抜けていきます。こっち側もうすっかり太平洋側ということですね。越前側と全く天気が違います。青空広がってます。まあ、でも春みたいな天気です。美濃加茂のハイウェイオアシス、岐阜県ですね。これから中央高速に接続する、これ東海環状っていう道かなの途中にあります。長野県を走っています。今恵那峡のあたり、まだ長野に入ったばかりだけど、岡谷まではだいぶまだ100キロ以上ある。この先に、八ヶ岳かな、真っ白い山並みが見えています。駒ヶ岳のサービスエリア、すごい天気。諏訪湖の脇を通ってます。